じゃあ今回も緑付けギャラクシーやっていこうかなと思います。緑探しですね、今回も。もう緑緑しいね。というわけで今回星野入江来ました。え、どこにある？教えてくんなそうね。あー、いや、あったわ。あったわ。多分あれ何枚目かわからんけど、あったわ。横にあったな。で、これは？なるほど。多分これグリーンスター1のステージだけじゃ見つかんねえタイプかな。あれだよね。効率ゲーになるステージも多分あるもんね。まあ、とりあえずあの双子のとこ行くか。なんでルイージ今動かなかった？というわけでみんな効率ゲーにしてきたので、早速この上のやつ取りましょうかね。一つ目は多分ここのステージ、というかこの多分ステージだけにしかないと思うんだけど、おー、ルイージ見えない壁に引っかかんないでよ。で、こっち行って、はい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 と言って、ここのところだな。まったく、ほんとどういう性格してんだろうね、ほんとに。で、幅飛びの、オッケー。まだミスらないだけ良心だけど、いずれこれ普通にミスる場所起きそうで怖い。さて、氷漬けになって地下のステージになったっぽいな。というか、ここのどっかにグリーンあるな。この鍵が映ってるシーンのとこ、キラキラ落としてますね。どっかにあるぞ。さっきの場所どっかにある。で、また長官、またお前閉じ込めてんのか。いい加減にしろよ、ほんと。地下を出してあげろ。解放しろ、地下。待って、お前2回目だからな、あいつ。あいつ前回2パンだからね。前回2班だから、ほんと、2パンは違うわ。言い方が違うね。で、ブクブク氷漬け、さよなら。はい、さよなら。氷漬けできない。さよなら。はい、さよなら。はい、スターピスクレイ。で、あそこの上行って、入っていけばいいんだよな。こん中に1枚ぐらいありそうね。水中の中に2枚目あんのかな。恋橋にもありそうで怖いけどな。どうだ、さすがにないか。掘り逃してゲットできないなんてことも普通にあり得るからな、前回のやつからして。そこが怖いとこ。まあ、キラキラ音がまだ聞こえてねえから、平気かなと思うんだけど、どうなんだろうね。まだキラキラ音は特に聞こえてない。だからって安心してはいけない。いつしかね、鳥のガチャが普通にあるからな。まあ、とりあえず中間ゲットしていきますか。俺みんな、道中になかったこと考えるとさ、三つ目と二つ目。ちょ、待って、これどこにあんだ？音がまさかこれブラックホールの視点変更できないのか。どこにあんだこれ、右のこっち側ある。音は聞こえるんだよな。どこだ、右側から音聞こえる。上かもっと。ちょっと視点変更変えれないの嫌だな。近いぞ。待って、二重に音が聞こえる。2枚ないか、ここ。うちゃいってな、おめえってな、おめえ。こっちは探してんだよ。音は聞こえるんだが、まるで場所が見つからん。ん？ 2 枚聞こえるんだよな、音が。上か？どうだ？いや、わからんな。ブラックホールの近くとかに置いてあるとか言うんじゃあるまいな。だったら指定変更ぐらいさせてよ。たださ、探せないじゃん、これじゃ。これどこにあんの？ここら辺から音聞こえんな。どこだ？音は聞こえるのよ。え？あ、あそこに1枚あるな。あれが多分でも3つ目か2つ目かによるな。あれを回収してみてだな。とりあえずあのスターピースチコ回収して、でもあれどう取るんだ、あれか、幅飛びか、幅飛び際かんな。一回ちょっと鍵だけ取っちゃうか。はい。で、チコのこの演出が入って幅飛びに苛まれたら嫌だから。で、こっち一回戻って、幅飛びで行ってみるか。いきます。はい。オッケー、オッケー。問題、これが何枚目か。3枚目か2枚目かによる。2枚目だった場合、ここに戻ってくる。あー、やっぱさっきの3枚目ですね。つまり2枚目がさっきの場所のどこかにある。取ってきます。さて、2枚目がある場所まで戻ってきたんだ。問題、ここのこっち側から音聞こえんのよな。なんで視点変更できないの、ここ。どこにあんの？見える？視認できる？あのブラックホール、ちょっと一回死んでもいいから、ちょっとあっち飛んでみていい？はっ！プスー！飛ばせてもくんねえの。ここの出っ張りはなんないよ。これ下に今あったか？今あったくさくない？一回ジャンプして、いや、ないな。どこだ？ここの下から行けば見えるとかかな。あった！あれか！なるほど。ここの上か。ここの上から、ここの嫌いがあるとこから、ここのスペース行って、あっち側に行けってことか。で、こっち側行って、うらー！よし、オッケー！ホーミングヒップドロップこそ正義！最高だぜ、ベジータ！というわけで、星の入れ終わったので、次はフラワーヘブンといよいよクッパ城ステージ2枚ですね。フラワーヘブン。
ここ隠しスターがすでにあったからな。どっかにもう意地悪な配置しててもおかしくはなさそう。絶対ここ意地悪よ。俺の勘が言ってる。ここ絶対意地悪。間違いないもん。どうぞあるかみんな。確認してくれ。一緒に。全然生放送でもなんでもないけど確認してくれ。俺ね、今年の目標、そういえばさ、ささくれ作らないって目標だったけどさ、もうささくれできちゃったんだよね。だって今年の目標もう終わりました。でね、俺新たに今年の目標決めたんだけどね、生配信あるじゃん。俺泣かない、話してるでしょうか俺が、押すな。生配信をね、したいなーと思ってるわけなんですよ。俺結構生配信とかって結構しないじゃん。そう、生配信こんだけ結構生配信してそうなぐらい喋ってんのにさ、全然生配信しないじゃん。逆になんか生配信してほしいゲームとかあったらなんか言ってくれるとありがたいね。生配信は生配信だけでゲームやりたいなって感じはする。で、あそこむずいんだよな、届くの。あそこ届くの難しい。でもこの上なんかありそうで怖い。調べてくるわ。この上スターはあったけどグリーンスターはないか。なさそうだね。うん、意外とありそうだと思ったのがないわ。おい、あ、みんな今のとこ結構高いとこまで登ってきたが、それっぽいグリーンスターの音聞こえんな。どこじゃ、どこなんじゃ、どこにあるんじゃ。それ全然スターピース取れねえ。スターピースが全然取れない。ちょっと取らせて、もっと取らせてよ。ここ取りづらいんだな、スターピース。え、この辺に、え、キラキラの音が聞こえるぜ。どこじゃい、どこじゃい、どこじゃいな。上だな、上にあるな、この感じ。この上か、この上だな、この上と見たぜみんな。ここだ。なので一回ここで着陸しましょう。で、どうしよっかな、これ。で、ちょっとこれこっち行って、はっ、これでいける。オッケー。まあ1枚目はまだいい。だが2枚目を見ていない。どこだ。というわけでみんな、1枚目がある場所戻ってきたんだけど、この下はさすがにねえかな。ありそうで怖いかあるけど、ないね。意外とありそうでないな。でさ、さっきの生放送の話になんだけどさ、俺マジで生放送慣れはしてないからね、あんまり俺のトークには期待しないでもらいたいんだけど、まあその辺もう言っちゃ、今もトークに期待しないでほしいんだけど、なんかね、モンハンが来年2025年出るじゃん。でも来年じゃ意味がないのよ。来年だったら意味がないのよね、正直。もうす、え、なんか変な状態だったな。で、来年じゃ意味がないんだけど、そう、それまでにね、なんか生放送系ないときないなって感じするから、なんか生放送系やりたいよねってする。ちょっと待て、そんなくだらねえことを話してたうちに、あ、グリーンスターの音が聞こえるね。遠いな、まだ。これこの上か、どうだ、この上っぽいな。どうだ、あった。うわ、ちょっと待って、戻れる、イージー、戻れー戻れー、戻ってお願い。死ぬしかないか、これは。中間あるしな、一回死のう。死んだ方が早いわ。いや、マジかよ、そんなことある、そんなことあります。さようなら。すげえ、奈落の底に落っこちてた。みんな思ったんだ、こっちから幅飛びしていった方が早いんじゃねえか。こっから、幅飛びできないの、これ。まあ、でも、これで行った方が絶対いいわ。うん、そっちの方が楽だったね。無理してあんなロープ使うよりも上から行った方が安牌。さあ、というわけで次はいよいよクッパの溶岩帝国のグリーンスター。前のジュニアのとこも結構やばかったかな。クッパステージ。今回もかなり不安でございます。さあ、グリーンスター探していきますか。グリーンスターその1。見える範囲にあってくれ。頼む、一番最初のこのオープニングムービーである位置にあってほしいという願望は何も叶わず、隕石を準備しました。はい、ダダダダダダダーンと BGM で軽快に走っていきまして。さあ、どこにあんだ、未だにも死人できんぞ。さて、ここのステージのどっかにあると踏んだ方がいいのかどうかわからんが、今のところ音は聞こえないな。ということで、平気そうかな。で、トランポリンを用意してくれた。で、ここをトランポリン渡ってって、一回ちょっとこっち側行く。で、こっち側行ってライフアップ一応取っとく。ゴリ押しが効く可能性あるからな。前、炎の上とかにもあったから、マグマの上とか。どっかにあってもおかしくはない。すごいすごい、ファンさすがすごい、ルイージー。え、この辺にあるんじゃないのか。いやー、隊長たち持ってねえか、グリーンスター。はい。で、ここ行って、一回ヒップドロップ。で、ブロスがいる。ブロスはまあ対策法分かってる。はい、はい、はい、ボーン。オッケー、からのポーン。一応保険でスターも打っといたが、今のところ1もねえな。どこだ、
どこにあんだ。音すら聞こえねえぞ今。ここのどっかにあるとこか。うーん、なさそうっすね。はい。え、ここ、うわー、あんな感じなんだ。あぶねえ。あんな感じで、うわーってなるんだね。初めて知った。で、こっちで、ん？あった！わかるみんな。ここのあるぞ。ここ、ここ。ここよ。俺が今囲ってるここ。ここにある。ここにあります。ここに、あぶねえ。ほんま、なんてこと。ひどい、人のやることじゃねえよ、ほんとに。人じゃなかったわ、ごめん。で、あそこか、行けるかな。はっ。あった！なんつー場所にゲットしてんの？てか、なんつー場所に会ってくれてんの？というわけでみんな戻ってきて隕石を準備したとこまで来たんだけど、この先にまだあると、ステージあるから、多分そこのどっかにグリーンスターあると見たんだが、どうじゃろう？見える？見えないな。死人では確認できないな、今のところ。いや、でも音は聞こえるぞ。どこだ？暗黒空間の下？暗黒空間の下にある！ここだ！ほらー！完璧じゃねえですか！よいしょー！うれい！さてみんな、これで2面も完全に攻略完了かな？これ多分2面も完全ギャラクシーコンプリートだね。じゃあもう1ステージぐらいやりたいと言いたいところなんだがみんな。ごめん。今回ちょっと短いかもしんないけど、ちょっとね、今、喉、ちょっと痰が絡んでるから、これ以上無茶したら、ちょっと喉に支障でしょうな、でしょうなんで、ちょっとね、今回はここまでの動画とさせていただきます。それじゃあ次回、ワールド3のグリーンスターを集めていこうかなと思います。バーイバイ！